電圧とですね、それから電力から、抵抗 R と、それからリアクタンス X をね、求める問題です。公式がしっかり、覚えてあればできる問題だと思います。はい、この問題はまずはですね、一層分ですね。一層分の電力ですね。電力スモール p キロワットは、スモール p はキャピタル p を3で割ることになります。はい、そうすると6キロを3で割ると、2キロワットですね。こういうことになります。さあ、それで、次ですね、これはここでのね消費電力になりますんでね。はい、そうすると、P イコールですね、ER かけ IP ですね。こうなります。で、IP はどうなるか言ったら、ER 分の P と、こうなりまして、2000をですね、80で割ると。はい、そうするとこれは、25A と。こうなりますね。はい、そうするとこれはここにも流れてますんでね。はい、で、R はですね、80V を25で割ると、そうすると、3.2Ω になる。で、 X は、60V を25で割ると、こうなりまして、これは 2.4 オームと、こういうことになります。